こんな道を知ってるなんて。やっぱり決死鳥ってすごいんだね。その情報を生かすための仲間が城の中にまでいるんだから、大したもんだ。王国全土に支部を置き、犬や猫さえも情報集めに使うノウハウを持っているという話だ。わしも聞いたことがある。連中は仲間の死体すら無駄にはせんとな。仲間の死体。その昔、城に忍び込んだ決死鳥の男が警備兵に追われ、この地下道に逃げ込んだそうじゃ。男は水に潜って追っ手をやり過ごそうとしたが、バークバクバクほどなくしてワニに食われた男の腕だけがお堀に流れ着いた。それを見て決死鳥の連中は二つの情報を得たという。二つ。一つは人が通れる地下道の存在、もう一つはワニ料理がこの町でも作れること。ワニの肉は人の血で揉むと柔らかくジューシーになり、麻婆カレーには最高に合うそうじゃって。あ、僕が食べたのは。へえ、そんなに美味しいなら試してみようかしら。嘘しか言わない魔女の血で。俺も食ってみたいな。戦力ダウンにはならん。某の緊張を解くための可愛いジョークじゃって。嘘なんだよね。ワニというのは真っ赤な嘘じゃがな。某が食うた麻婆カレーには人食いナマズの。行くわよ。